物見山公園の、ね、駐車場に来ます。今日車多いですね。素晴らしいトンネルですね。でもどこまで行くのかな。こんな感じです。おお。はあ、すごいな。かっこよすぎますよね。はい、こんな素晴らしいトンネルをもうすぐ抜けます。なるほど。うわ、すごい蜘蛛の巣だ。参った。今ね、ちょっと蜘蛛の巣に遮られましたけどね。あ、ここで戻るしかないんだ。いつものね、公園の広場にね、出てきました。とてもね、展望のいいところなんですけどね。残念ながらね、ゴミがやったら捨ててあるんですよね。ビールとかね。しょうがないね、やっぱりなのね。前景はこんな感じですね。下の方ですね。こっちはあんまないんですね。この左下の方がね、ひどいみたい。下って帰ろうと思ったんですけどね。こっちの方が、いいしょかな。あ、でもダメだ。すごい蜘蛛の巣だった。蜘蛛の巣で撤退です、はい。さっきもね、蜘蛛の巣1個食っちゃったんですね。大きな蜘蛛の巣が出てきました。いや、まあこっちがメインルートだったんですね。あ、上上がってあれか、右手に行くとか。なるほど、わかりました。暑いっす。この下の方もね、ずっと散歩できるんですね。いやー、すごいな。上吹き通りって出てるんですけど、行けんですかね。道があってもなんかそこで終わってるような感じですね。すごいな。蜘蛛の巣で大変だろうな。もう高取山ですね。素晴らしい。国分蔵村桜山に来てみました。今日はですね、2台車が止まってますね。すごいですね。バッタがバッタバッタしてますよ、本当に。わお。高いですね。ちょっと登って帰ろうと思ったけどきつい。すごいですよ、バッタがバッタバッタ飛んで顔に当たりました今。これどっちから行こうかな。いやー、なんとかここまで行きました。暑い。ああ、終わったか。鳥山だ。ずっと向こうから回ってくんだよな。感じのところです、はい。そっちがね、ここの山頂なんですよね。はい、いつもの桜山です。スカイツリー見えてましたね。はい、国分蔵村桜山170m の到着です。この後涼しそうですよね、この林間は。はい、いやー、今日はどんな展望でしょうかね。まあ、いつも同じなんですけど素晴らしいですね。正面スカイツリーですね。
んな感じです。じゃあ降ります。お、車が真下に見えますね。かあ、こんな感じです。弓立山ね、登山口に来ました。今日はね、車が1台もありませんでした。珍しいですね。ゼロっていうのもね。では、なんかね、いつも同じ山ばっかになっちゃってるんですけど、やっぱ近くてね、展望がいいんで、ついね、何回も行ってしまいます。いやー、今日はね、日差しが強いんですよね。こんな感じです。いやー、暑そうですね。林間からね、なんか出たくないよね。はい。さすがにもう、しおれてしまいましたね。いやー、暑いです。温度計忘れました。あー、でもね、ちょっと雨降りそうなんですよね、今日ね。あれ、雨雲ですもんね。朝山ですね。で、道平さん。なんかちょっとね、雲行きが怪しいですよね、やっぱり。あー、向こうも怪しいな。はい、上がってきました。じゃあまずはね、展望デッキの方に上がってみたいと思います。いやー、暑いですね。日陰じゃないんですよね。はい。ふぅー。笠山道平さん。丸山、こんな感じですね。あれなんだろうなと思ってた。尾上山かな。遠くは見えないですね。はい、弓立山山頂ですね。はい、それでは バッタです。あ、新規が見えますね。山岳部もね、参考やってないんでやりたかったんですけどね、暑くてね、とてもできないですね。これだね。夏が無理ですね。立山山頂426.8m。よいしょ。今日の展望はどうですかね。笠山が見える。